セルシウスが創設した天文台、アンデルス・セルシウスは、スウェーデンの天文学者、即地学者。名前は、現代スウェーデン語の発音により忠実な日本語、表記は、アンダーシュもしくはアンデーシュである。1701年、スウェーデンのウプサラ県、ウプサラ、もしくは、イェブレボリ県、オバノオケルに生まれた。天文学者だった父から学んだ後、ウプサラ大学で学び、 1730年から1744年まで同大学で天文学の教授を務めた。ただし1732年から1735年までの3年間はドイツ、イタリア、フランスの有名な天文台をめぐる旅行をしていた。セルシウスは自身の観測を含む1716年から1732年までの延べ316回のオーロラの観測結果を 収集し、1733年に、それらをまとめて、ドイツのニュルンベルクで観光した。また、アイザック・ニュートンが予想した地球の形状が、ジョバンニカ・シーニの測量結果と一致せず論争が続いていた問題に関して、より正確な死後線の測定を、フランスのパリ滞在中に提唱。1736年には、死後線個長の測量のため、フランス王立科学アカデミーが組織した。 フランス体験隊と共にスウェーデンのラップランドへ赴いた。この探検によって平田急節が正しいことが実証された。1741年にセルシウスはウプサラ天文台の創立者の一人として天文台長に就任し、翌1742年にはスウェーデン王立科学アカデミーに投稿した論文の中で世界最初の実用的温度計を提唱した。 これは100分メモリの温度計で、セルシウス温度計の元となった。ただし、1742年のセルシウスの提案は、水の沸点を0度、氷点を100度とするもので、現在のセルシウス温度とは逆のメモリとするものであった。W.E. ミドルトンの1966年の論文では、カール・フォン・リンネラにより1752年までに、メモリは氷点0度、 水の沸点100度に改められたという。1744年、セルシウスは結核により、ウプサラで没し、カムラウプサラのウプサラ教会に埋葬された。セルシウスの名は、その功績を称いて、月のセルシウスクレーターや、鉱物の重度調積としても残っている。ABC 高田誠治。温度概念と温度計の歴史。日本熱測定学会。 2019年11月22日へつらん。ハウツープリナウンスアンベルスセルシャスフォーボ。ありがとうございます。